流れと船をご覧の皆様、こんにちは。マームとジプシーの藤田貴博です。この2年間で、まあ、僕の演劇の活動も大きく流れが変わって、多分20作品ぐらい延期とか中止が決まって、で、その仕事の仕方自体もまるで変わったこの2年間でしたね。で、ただちょっとそのネガティブな風にだけは捉えていなくて、今思えばズームなんていうものってそれ以前は全然なくて、まあ、ズームっていう響きも最初は何なんだろうなと思いながら過ごしてましたけど、まあ、ズームってものを使ってみるとちょっと面白いことができるんじゃないかなっていうふうにもちょっと思って、で、まあ、コロナ禍以前からもワークショップっていうものをしていたんですが、ズームを使って、まあ、いろんな国の人ともつながることができるし、まあ、国内でもすぐに会えない人に、こう対面して、話ができるっていうのは、その演劇におけるワークショップっていう、やり方の中で、一つ大きなツールになるんじゃないかなっていうことを、まあ、気づいていった2年間でもあって、まあ、特にまあ本も読みましたし、映像もいっぱい見たんだけど、なんかその、今まで自分から出てきたものがストーリーになったり、自分から出てきたものだけが自分の言葉だと思ってたところを、なんだろうな、いろんな人の話に耳を澄ますようになった気がしていて、そういう身体感覚もこの2年間で、まあいい意味で変わってきたなっていうのがあって、結果的にはやっぱりコロナ禍になったから会えない人もいるんですけど、コロナ禍になったから会えた人っていうのもかなりの数いるなと思っていて、それが自分自身はすごい嬉しかったことではありますね。まあ、ライブで、まあ、ズーム演劇とかっていうことも演劇、コロナ禍が始まった頃は日本でも結構盛んだったんだけど、なんか、ライブでズーム演劇をやるというよりは、なんかズームを使った、映像作品を、僕と参加者で作成できるんじゃないかなっていうふうに思って、他派なんから取り組んで、来たんですね。で、ズームだと、なんだろうな、演劇のワークショップだと僕と十何人の、なんかこう、場があって、十何人の参加者の場があって、で、その参加者の皆さんと、こう、話しながら、作品を作っていくとか、創作の感じを掴んでいくみたいなワークショップをコロナ禍以前はやってたんだけど、ズームだとちょっと面白いなと思ってるのは、二者間になれるんですよね。で、二者間になって、他の人がいない状態で話すことができるので、結構深いところを、まあ、通訳返してだけど、聞けたりもするっていうのが、結構ズームの強みでもあるなと思って。もしかしたら直接対面するっていう空間性がないから、話に集中できるっていうのもあるんだと思うんだけど、その、なんかズームのなんかこの利点みたいなのを使った時に、まあ、参加者には、の皆さんには、結構その、なんともない話を聞いてるんですよ。なんか朝起きて、まず何しますかとか、その、今、そのズームの底にいるあなたは、あなたの家の近くはどういう街ですかとか、結構なんともない話を聞くんだけど、結構そのなんともない話を、聞きながら、翌日にはテキストにして、で、こういうテキストができたっていうことで、往復しながら作った作品が、まあ、流れと船だったんですけど、なんかそうすることによって、なんか本当に自分が行ったことない街に、自分が行った気にもなるし、もしかしたら直接行くよりも、なんかこの想像の中で、この人はこういう家に住んでるのかな、こういう街に住んでるのかなっていうのが、立ち上がってくるから、直接行って見ちゃうよりも、なんだろ、フィクションとしての街とか家が、
立ち上がりやすくなってて、それがなんか、まあ、ズームでの作業における、なんか利点なのかなと思ってますね。はい。なんか、まあ、とにかく、参加国とも、本当に面白かったなっていうのが率直な、感想でもあって、その面白かったっていう言い方も、ただ単に違う文化に触れたからとか、日本とは全然違うなっていうよりも、あ、なんかほとんど日本人の俳優と一緒じゃんとか、ほとんど、なんだろう、この感覚って、まあ、例えば、田舎から、まあ、東京に出てくるみたいな、都市に出てくるみたいな感覚って、全然変わりないなっていうこととか、あと、年が近い人たちは、やっぱり同じようなこと悩んでるなっていうのは、面白かったし、実際に本当に、まあ、さっきの質問とはちょっと矛盾するようだけど、実際に行って会いたくなったっていうのが、まあ、三カ国とも全部そうだったんですけど、タハナンと今回の流れと船で、ちょっと違うのは、まあ、こっちもこっちでタハナンの、反省点もあって、なんかタハナンの時に、まあ、これはもう技術的なことだったり、参加者の皆さんとの関わりの仕方なんですけど、しなかったこととしては、参加者の皆さんに iPhone で、こう、家の近辺の動画を撮ってもらって、で、それを結構ふんだんに使ってみたっていうのも、出来上がった作品を見て結構面白かったんですよね。で、やっぱりズームだと本当にその人とその人の部屋の背景しか見えないから、本当に想像上の、こういう家に住んでるんだなっていうのがこう黙々ってあるだけなんだけど、なんか皆さんがiPhone でこう、その部屋から、部屋の窓からこう撮ってもらうものを、使っただけで、全然その作品としての奥行きというか、そこから外はそういう感じだったんだっていうのが、作品の中に反映されてて、ものすごい、なんか、面白かったなと思いました。あと、必ず、参加者の皆さんと話してる最中、ここに、ベトナムだったりタイの地図を引いて、やってたんですけど、なんかそれをやれたことによってここからここまでは東北から東京なんだとか東京から大阪までの感じかなとかっていうのを自分の中でこう地図が立ち上がってったのがものすごい面白かったですね。であとはどの国でもそうなんですけどこれはまあ日本でやってもそうなんですけど、アドリブが OK かどうかっていう問題は、どの国も結構面白いエピソードがいっぱいありますね。なんか放っておいたらもう勝手に、僕が書いてないセリフをベラベラ話し出す人だったり、そういうのが、どの国でも一人か二人いて、それがなんか迷惑というよりは面白くて、で、通訳さんも結構困っちゃって、こういうこと言ってたんですけど、とかっていうことで、大変だったのが面白くて、また結構取り直しとかもね、そのアドリブの内容が、ちょっと、言葉が悪かったりすると、取り直しとかに、なるっていうのも、また、面白くて、ただ取り直すんじゃなくて、まあ、それはなんか僕としても、そのアドリブは、こうは言わない方がいいと思うみたいなことをこう伝えながらやるのが結構なんか面白かったよね。はい。で、そうですね。一年という時間の隔たりというか、一年という時間がタハナンから流れと船までもありましたけど、僕にとっては、タハナンの、につながる話だと思っていて、やっぱりタハナンの頃のコロナ禍っていうのと、今のコロナ禍っていうのをまた全然違うフェーズに入ってるなっていうふうにも思いますし、
やっぱり今は、その、コロナ禍、まあ、コロナウイルスの問題だけじゃなくて、例えば戦争っていう一つの、出来事に対しての注目のされ方とか、どういうことが今世界で起こってるかっていう体感も変わってる中で、参加者の皆さんと何ともない日常の話を話してみたっていうのは、結構僕の中では貴重な体験で、まあ、やっぱりこういう時代でも、やっぱり一人一人生活はあるわけだし、日常はあるわけだし、どういうものを食べてるかとか、どういうものを感じながら生きてるかっていうのを、誰かと、なんかゆっくり話したくなったりもすると思うので、それを、日本じゃない違う国に住んでる皆さんと、話すことができた時間は、僕にとってはすごい貴重だったなっていうふうには思います。だから今また、タハナンに戻って、見てみたら、なんかちょっとあっけらかんとした風にも見えるかもしれないし、逆に、コロナ禍はもうちょっと1年前は、もっと漠然と恐怖心を抱いてたなとか、なんかそういう、自分自身を観測することにもなるっていうのがあるから、なんか面白いですね。なんか、そこが結構、僕の仕事の中で新しかったんですよね。その、演劇ってやっぱり記録物ではなくて、記憶に残るものだと思っていて、やっぱり映像作品っていうのは記録に残ってしまうから、やっぱりその頃考えてたものに、再生ボタン一つでちょっと戻ることができるじゃないですか。演劇って再生ボタンを押しても再生されないので。だからその映像作品っていうものも僕の中では結構新しい作品作りの仕方なので、それをしかも、違う言語の皆さんと話したっていうのは、なんか今見てみても、例えば遡って、何年か経ってみて見てみても、結構面白いものができたんじゃないかなと思ってます。もともと、なんで食べ物のこととか料理のこと聞くかっていうと、結構それを聞くと、日本とは違う感覚を聞けるかなとかっていうことも正直期待してるんだけど、でもやっぱ聞いてくと、まあ、確かに使われてる調味料が違ったり、調理法が違ったり、それこそ気候が違うから取れる野菜とか、そういうものも違うっていう、その違いも見えるんだけど、違いも見えると同時に、あ、日本で言うとそういうことだよねとか、あ、日本もそういうふうに、田舎の味とか、東京で食べる味とかってあるよな、みたいな。まあ、自分と重ねる部分が結局多いし、あとは、おっしゃってくれた通りなんですけど、やっぱり、なんか切なくなってきますよね。なんか、本当に人って、やっぱ食べて、誰かと話して、ゆっくり眠れたらいい動物なのに、なんでその日常を犯すような行為が、世界のどこかで行われてるのかとか考えると、やっぱりただ食べてるだけだし、ただ誰かと話したいだけなのに、なんでそういう風になってしまうのかっていう風に考えると、食べ物の話を誰かがしてるだけでなんかグッとくるとかも、意外と異常じゃないですか。だからなんか今だからこそ食べるものの話はなんか聞いときたいなーって、この、東南アジアのでの、ワークショップ以外のワークショップでも、なんか結構国内でのワークショップではいろんな人に食べ物の話聞いて、レシピ聞いて、自分で作ってみて、あの人は、ああいう、この味を食べてるんだとか、なんか、こう観測してる気がしますね。うん、僕、今、日本で、沖縄に結構深く関わってるんですね。で、沖縄に行きながら、まあ、この間も、新作を作って、東京芸術劇場と、新宿で、公演しましたし、まあ、もちろん那覇でも公演したんですけど、で、この夏、また、そのひめゆり学徒隊に着想を得た、作品を、まあ、沖縄をモチーフにした作品を、全国ツアーするんですけど、まあ、その様子も、多分僕の今の沖縄っていう沖縄を描いていくってムードも知ってか、
その鈴木さんって方が僕に声をかけてくれた感じもあって、確かに沖縄の位置から、こう、どんどん南下してったところにフィリピンがあるし、なんか全部、も、なんかすごい当たり前の話なんですけど、なんとなくその、国って概念がなければ別に列島なんですよね。で、島で繋がってるし、で、これも当たり前かもしれないんですけど、やっぱり海で繋がってるんですよね。タイだって、ベトナムだって。なんか、このなんか地形みたいなものを、なんか意識しながら、藤田くんが作ってみたらどうかって話すと、なんか結構初期段階は結構もっと極端なことを言われて、なんか船旅をしながら脚本を書いてみたらどうかとか言われて、2ヶ月ぐらい船に乗ってとか言われて、いや、それは普通に無理でしょみたいなことも話したんですけど、なんか、それぐらい最初は、なんか極端な話だったんだけど、まあ、やっぱり、そういう、ことをしなくても、その土地の人たちの、言ってることだったり、その土地の風土を感じる、ワークっていうのはどういうものになるかなってことを、ちょっと、探ってみたっていう感じで今回だったんですね。なんか今っていう、まあちょっと世界が本当に不安定な時代だからこそ、やっぱり自分たちと違うっていうことと、でも違うって言っても、ここが同じだし、やっぱり人っていう、人間っていうレベルでは一緒だから、一緒のことを探したり、違うならどう、何が違うのかなってことを探しに行くっていうのが、今僕の中で一つテーマなんじゃないかなっていうふうには思うんですよ。確かに、沖縄でよく、食べられてるものが、同じ国内でも別にこっちではあんまり食べないとかもあるように、それと同じ体感だと思うんですよね。なんか同じと違うのなんかこう往復だと思っていて。で、その同じっていうところと違うっていうことを、なんか立体的にどんどん考えていくことが、で、しかもそれが表現とか作品になっていくことが、今自分が世界と向き合う、ただ一つのなんか、なんていうの、手段なんじゃないかなって話していて。だから、もちろんそういう僕が知らない土地のことを扱ったり、そういう題材を扱うっていうのはすごく難しかったり、センシティブな部分もあるんだけど、そこをあえて難しいからっていうだけで片付けないで、あえて、その人たちに飛び込むような、作品作りをこれからもしていきたいなって思うし、具体的に言うと、まあ、今、本当に海外公演とか海外ツアーとか行くのがすごく難しい状況だけど、この先10年とか20年、海外に持っていけるような作品を国内で、今、マームとジプシーの中で作り上げていくことが、次のミッションなんじゃないかなっていうのが、制作とは話し合ってるところなんですけど。うん、まあ、だから、なんていうんですかね。ちゃんと字幕とか翻訳ありきで脚本を考えていくとか、どうやったら僕らが作った作品が海外でも通じるかっていうことを念頭に置いた、作品作りをちょっと、まあ、今年、改めて始めようかなってことは制作と話してます。僕は、普段は劇場に足を運ばないと見れないものを作ってるっていう、まあ、アイデンティティがあるんですよ、まず。なんだけど、その中で、映像作品を作るっていうのは、小説を書くっていうことともちょっと近くて、誰かの部屋に、誰かの本棚に潜り込めちゃうじゃないですか、小説を書いたら。で、それってちょっとなんか、恐怖だな。なんか、人の家に入り込むのって、ちょっと恐怖だなって思うんですよ。なんか、そもそも、いつもは、家から外に出ないと、ないものを作ってるつもりなので。だから、家の中に入るっていうのは、結構なんか勇気がいるなって思うから、だから今回の映像作品も、ポチッと、
再生ボタンを押したら、家の、誰かの見知らぬ家の中で再生されるって考えると、なんか怖いなと思うと同時に、結構ワクワクするんですよね。だからこそなんかあんまり、すごい、飛躍したフィクションを、この形式で作りたいとは思わないというか、だからズームっていうのもそもそも部屋と部屋が繋がってるっていうものなので、で、その部屋と部屋が繋がってるっていう表現が誰かの部屋に繋がってるっていう構造だと思っているから、なんとなくラフに見てもらえたらなとか、あとはなんか一時停止されちゃうじゃないですか、すぐ。だから、あとちょっと早送りされたりとか。だからそれもそれでいいのかなと思いながら、なんかちょっと作ってましたね。ちょっと最近なんか SNS みたいなこととか、あとは最近の言葉で言うとメタバースみたいな、ちょっとそのパラレルワールドというか、この世界とは違う平行世界を作ってるってイメージもあるんですよね。だからなんかちょっと上の世代の劇作家たちよりも、なんか僕が書いてるダイアログって、なんかこう誰かが喋ってるところに誰かがスッて入り込んできて全然話が違っちゃったりするから、なんか役者は生理感覚は難しいんだけど、なんか結構その SNS とかって話がなんかぶった切られたり、こう上から下へと流れていったり、なんか、なんだろう、そのダイアログの感じも今の時代全然違ってきてるような気がしてて、で、今こう喋ってても違うこと気にするこの違うことっていうのが、なんかどんどん膨らんでくるというか力を持ち始めて、なんか今話してるようで話してないみたいな状況とかも、なんか面白い気がしてて、だからなんか、タハナンにしても、流れと船にしても、結構その参加者の皆さんがぐちゃぐちゃ喋ってくれてるんだけど、それがなんかたまに、あ、SNS っぽいなとか、なんかのスレッドっぽいなみたいな風なイメージでも、なんか出来上がったものを見て、見てましたね。Hello, my name is Siri Liu Paibun. I am the Assistant Artistic Director of BIPAM.Okay, so actually we really had fun in curating the artists for this project. So the first information, the first theme that we received from the Japan Foundation Bangkok and Fujita-san himself is this theme of home. And we wanted to have people share about their homes.And there was a suggestion that we should have like a wide range of actors, which was really fun for us because most of the time due to like, you know, transportation limitations, we don't really get to work with a lot of actors that are outside of Bangkok. So there was a really good opportunity for us to try to curate and pick out likethe really exciting actors that are outside of Bangkok. So we try to have like representations from north, northeast, west, south. So in that way, even though the theme is so simple, you see like this, a variety of stories, a variety of representations becauseI think it's really important to make people see that Thailand, it's not just Bangkok. A little bit more is that we try to have a range of generations within the actors as well. So from young actors to like emerging to like a little bit more experienced.And, you know, also experience within Thailand and experience internationally. So because we figured apart from the exchange and the collaboration with Mom and Gypsy and Fujita-san himself, the exchange amongst the actors are really interesting. So we really try to pick a wide range in terms of like, geographical locations and
age, and also some of the actors, we kind of know them personally. Like, for instance, we know that this certain actor has built her own house, something like that. Or we know that this certain actor has been, you know, moving or something like that. So we try to pick out those stuff, but it's not like intentionally that, okay, Mom and Gypsy and Fujita-san, they have to use this. The actors have to say these things. No, we just try to kind of like gather this all in a plate and just hope that that kind of like experience that that certain actor has embodied in themselves translates somehow in the work. Yeah. So I think the value in that we would find in, you know, having artists collaborate, I think there are two things. First of all, is that you get to kind of like open your eyes to new perspectives. And especially when we do kind of this cross-culture or international collaboration. Because sometimes, you know, in another culture, let's say Japanese culture, or even though from Japan's side, looking into Thailand or Southeast Asia, the images that you see in the media are just like a really a kind of like a small representation. But I think the actual culture and the actual natural being of a human is more complex than that. So when we have this kind of like people to people exchange on like an individual level, you really get to see things that have more depth and has more rounded side to it. So let's say there are stuff that you've never known that's still ongoing in a certain area, or and why these people think like that or something like that. Why do they have this kind of like behavior or something like that? So you get to really kind of understand it more roundedly. And I think this kind of like opening perspective is really important for people who work in the arts, because those perspectives will kind of like, you know, accumulate and broaden their perspectives in artistically as well. And second, I think of course is like the exchange of skills. So I think let's say when we have online theater, there's so many ways doing online theater. So when we collaborate, we get to know, oh okay, so this is how this artist work in their practice of online theater. Or even though, or even in like script writing, you know, when Fujita-san exchanged with each local, you know, playwright in each country, there are exchanges of perspectives and also practices of how they do their work. I think it's a great thing that with the initiative from Fujita-san that he wanted it to explore Southeast Asia, he got the chance to explore more than one country of Southeast Asia, because I think even though there's a lot of similarities, there's still very distinct differences. And I think sometimes we don't really think about that, but it is a big thing, is the size of each country and how it is geographically located. Like, I think it's really interesting that you see, you know, more than one version of the Philippines. That even though us in Southeast Asia, we don't really kind of like
become aware of that. Or even Vietnam, you know, there are essences of like south and north where sometimes you don't know. So I think it's really interesting how these differences are kind of like softly made aware of. But one thing I think there's still a similarity is that I don't know how to kind of concretely explain this, but it's like the spirit that I see in each actors from Southeast Asia. Like there's this willing to play, to explore, and to go out of the line somehow. And I think that although I think this is a really exciting project that we've done online, but there are a lot of like limitations. Like when it's done online, it's kind of like very fixed, and how the structure of the play is fixed. So I think in terms of this outcome for this phase, I think it's a really good start, but I would love to see like a second phase where we get to meet each other. And I think once this kind of like, you know, person to person interaction can happen, the sense of this freedom of organicness of like, you know, of resilience that we're willing to go far and beyond within the spirit of Southeast Asia, it can be displayed. And I think more than a house or a home, we can kind of create this very vibrant village. And I think, yeah, it would be really exciting if Fujita-san can come back and explore this further in the future. Dựng một vở kịch mà đạo diễn cũng như diễn viên không thể ở cùng một nơi một cách vật lý cũng là việc tìm một cách hiện diện trong thực hành sân khấu trong một điều kiện không thông thường. Với tôi, sự hiện diện ở sân khấu rất quan trọng, có thể là tất cả. Làm sao làm việc với những người khác ở một nơi chốn khác cùng sự vắng mặt trong một khoảng thời gian hạn chế. Fujita đã bắt đầu với những trao đổi gợi mở từ chính vấn đề trở ngại của tình huống này, không gian. Các buổi trò chuyện riêng với những diễn viên không chuyên, lần đầu gặp mặt có nội dung xung quanh việc miêu tả, kể về các kỷ niệm nơi họ đang sống, những chốn trú ngụ, nơi làm việc, chỗ uống cà phê hay ăn trưa, về quê hương, nơi họ đã từ đó di chuyển hay chọn lưu lại. Từ đó, một kịch bản được dựng lên với các hội thoại hai người, pha lẫn giữa chia sẻ cá nhân của diễn viên và các kết nối mô hồ về khung cảnh, ký ức. Không tiến triển, không cao trào, các hội thoại tiếp nối thành chuỗi, tạo một nhịp có tính chu kỳ. Ghi hình từ các nơi địa lý hoàn toàn khác nhau ngoài đời thực, các nhân vật cùng hiện diện trên mặt phẳng không gian hình động. Đạo diễn Fujita chia sẻ rằng anh hoàn toàn ý thức được cái bẫy của việc vắng mặt và vị trí của người ở ngoài trong hoàn cảnh làm việc với những người ở một nơi chốn khác. Và khi xem thuyền, tác phẩm càng tiếp tục, càng có cảm giác về một sự trớ trêu. Các nhân vật càng tiếp tục chia sẻ về những gì họ làm, về nơi chốn họ gắn bó và cố gắng kết nối với nhau bao nhiêu, thì sự hụt hẫng càng lớn. Cảm giác về sự mất mát về những nơi chốn cũ, những phong cảnh mới, những người quen cũ. Việc cố gắng xoay sở để mình hiện diện, cũng như hiện diện với người khác, ở đây là cả với diễn viên còn lại, cũng như chính với đạo diễn. Tuy vậy, đồng thời các nhân vật như đều đang đi tìm một điều chung cho bản thân mình. Và tất cả gắn liền nhiều với nước.
giống như một dạng tình trạng con người chúng ta bây giờ được hiển lộ, mà không cần nhiều kịch tính. Hello, I am Gilan Luarca, the translator of Fujita Takahiro's Tahanan. Fujita-san's quiet, humble, but effective magic is to make the familiar strange and the strange really familiar. I find that his characters are people that are talking to us. And to each other, really about the silence in their lives. In this place, nothing is really happening, but underneath that, so much is happening. I liken it to observing it and witnessing the painstaking and slow way of how a flower blossoms, a flower blooming. And his collaboration with Filipino actors gave birth to Tahanan, which in English means home. And it was so touching for me because it was written during the COVID lockdown. And when we were all stuck in our homes because of the pandemic. The play made me rethink of what home means. And I discovered that home is not a place, it's not simply a space, but rather what makes a house a home is memory and people. Those two things, memory and people. And I realized that nostalgia estranges our memory. Nostalgia makes the past both familiar and unfamiliar, therefore uncanny, like being home out of doors. Working with Mom and Gypsy, with Fujita-san, was very interesting because I translated in Excel sheets. And doing so made me savor the writing of Fujita-san. And the beauty of it is how, because of Fujita-san's process of interviewing actors, his characters are not really characters in a conventional drama, in the way that they are in conventional drama, where in a usual play, in conventional drama, characters are totally naked. They are revealed to us. They're vulnerable on stage. But in his plays, characters stay opaque. They are not characters, they are people. They are strangers. Strangers that we as audiences have a privilege of meeting, but we don't know them, we will never really know them. We only share this moment in time, a certain moment in time. But despite this, we can identify with them. We begin to project our own memories onto them. We see our friends in them. So suddenly these strangers, these people, become us, become our friends, become our family. And when I watched Lai and Tuyen, the experience became even more uncanny because I've been to Thailand and Vietnam and I loved these countries and I have friends from both countries. And suddenly watching these two versions, I'm suddenly whisked away back to these locales in such an intimate and familiar way, but also very unfamiliar, very estranging. The difference in the experience is that I'm suddenly made to feel nostalgic for a place and time that I've never really experienced. They are strangers to me, but why do I identify with them? They speak in a language that I don't really understand.
But why do I seem to really, really, really deeply understand them? That's the magic in Fujita-san's very quiet and humble playwriting. And finally, I think it's because Fujita-san is not afraid to celebrate the beauty of the mundane, the beauty of the everyday. And so the effect of his plays is that I begin to see myself in strangers. And there's something there. There's something there that can bring so much relief in this time of isolation and loneliness and alienation caused by political strife and by this pandemic. まあ、本当に皆さんとつながればつながるほど、その土地に行きたいなっていう気持ちが、すごい膨らんできて、本当に皆さんからもういろんな美味しいコーヒーのこととか、美味しいご飯のこととか、この景色がいいよってことを結構たらふく聞いてるので、なんか、妄想の中の、まあ、ベトナムだったり、タイだったりっていうことを、なんか、まあ、僕だけじゃなくて、マームとジプシーのチームでずっと話して、なんかもう買えるだけ買ってガイドブックを見ながら、ここすげーみたいなことを話してるので、まあ、とにかく、行って、そしてなんか、作品を持ってって皆さんに見てもらうっていうこともそうなんですけど、やっぱりそっちで何か具体的に、やっぱりその、対面して、劇場に来てもらうタイプの演劇を、しっかり作りたいなっていうことを、ますます楽しみになりましたね。ただやっぱり今回の経験が良かったなと思っていて、まず、ズームみたいな、この出会い方ができて、すごい良かったなっていうふうになんか思ってるので、なんか、ここで過ごした時間っていうのが、さらに、次がある、あればいいなっていうふうに思って過ごしています。はい、流れと船をご覧の皆様ありがとうございます。今度は劇場にてお会いしましょう。ありがとうございました。